はい、皆さんこんにちは、マデルギルビージです。では今回は三国志14ですね。病んでイゼルローンに引きこもる続きをやっていきたいと思います。でちょうどラインハルトがね、前回攻めてくるというところまで、見ましたので、今回はね、早速それを迎え撃つというところからやっていきましょう。まず勝敗からヤンを出撃させる。ついにヤンとラインハルトが激突する、まあ、そういう展開ですねと思ったんですが、肝心のヤンがいないぞ。ヤンはどこにいる？ヤンがここか。急いでヤンを戻さなきゃいけないな。で、あとは郊外は張飛で打ち負かせると思うので、艦を使って敵を駆逐しておきましょう。何用か。いや、意外といろんなところ攻撃されて苦しい展開になってるな。で、可否には可否でまた破壊しに来る輩がいるもんね。ここは趙軍を3000の兵で出す。王家の陣。ラインハルトを抑え込めるかだよね。兵糧はまだ余裕が比較的あるので、まあ抑え込むにしてもだ。張飛もすぐに郊外を撃破したらラインハルトの迎撃に向かいましょう。で、現状ですね、劉備だけでここを支えるのは不可能だと思うので、一旦下がりましょう。でここにユリアンを増援で出す。では6000、荒野の陣で出しましょう。いや、荒野の陣だとでもあれか、せっかくの機動力、遊撃隊奇襲、いやー、そうだな、長打、いや、荒野の陣でいこう。これでどう動くかだね。ラインハルトをうまく退けなきゃいけないというのもありますからね。敵は混乱させるし、兵も補充するしっていうところかな。お金は温存します。吉報をお持ちしました。任務は成功です。ヤンの機動力がちょっと弱いのはしょうがないかな。ここに至ってはね、角翼の陣で出てしまったので。で、あとは張飛もラインハルトの方に向けましょう。どのルートで来るかわからないですが、まずは進軍だけする。で、カーンはそこでカバーするでしょ。で、趙雲は北海から来る敵を迎撃する。劉備が危ないな。劉備をちょっとなんとか下げたいかな。ユリアンと劉備でなんとかカバーして、ここをうまくしのぎ切るという感じかな。心得た。では時間を進めていきましょう。さて、ここに来てね、袁紹、まあ、袁譚か。袁譚と孫権両方から攻撃を受けていて、結構厳しい状況になってます。
なのでまずユリアンを南下させて急いで迎撃に向かいましょう。まあ、せっかくなんで矢倉をうまく利用して戦う必要があると思うので、矢倉で敵を迎え撃つ。ヤンも矢倉で敵を迎え撃つ。そういうところかな。で、趙雲は奪われた場所を奪い返しておきましょう。承知。いやー、なかなかね、痺れる感じですね。ではまた時間を進めていきましょう。そしたらですね、今、ラインアルト率いる軍が、まあ、3万ぐらいで攻め寄せてくるので、これを、まず、趙雲弓矢倉で、趙飛が弓矢倉で迎え撃ってる間に、なんとか、ユリアンがね、回り込んで敵の兵糧を立って混乱させて一気に撃破するというね、作戦を取っていきたいと思います。ヤンの方がちょっと厳しそうですね。ちょっと兵の数が少なすぎるという状況。で、勝敗からは、奪われた土地を一応ね、ここは速やかに奪い返しに行きましょう。いや、なかなか敵もね、狡猾なんですよね。で、趙飛の救援に向かいます。まあ、その頃には決着がついてるかな。皆の奮闘に期待する。で、趙雲は孫権軍を迎え撃つ。うわ、牧羊からも来てるよ。これ防ぎきれんのかな。勝敗にいる軍の数が少なすぎるね。吉報です。なんとか矢倉で迎え撃つしかないな。魔術師がここで発動してもきつそうだな。兵の数が少なすぎますね、いくらなんでも。そしたら一度ここは劉備は戻しておきましょう。どうした？勝敗の方に敵が攻め寄せてきてるので、これをまあなんとかカバーするしかないもんね。で、趙軍は趙軍で孫権軍に備える。いやー厳しいなー。ちょっと待ってね。いや、劉備はこれ下げるわけにいかないね。結局ヤンが厳しい状態なので、劉備はこのまま進軍、代わりに関羽を出しましょう。関雲長はどこにいる。勝敗にいるか。勝敗だな。兵の数が足りなすぎる。2000か。で、牧羊から攻めてきてる軍の合計は3万近いな。2つの軍を同時に相手することになるとはな。提案。補充がないときついな。なんとか、なんとかしのぎましょう。いや、ここまでの勢力に取り囲まれるとはな。さらに敵が来てるので、やっぱり趙雲はこっちに出すしかない。ちょっとね、に右往左往しちゃってる感じが否めないですが、しょうがない。まずは曹仁の部隊は趙飛で食い止められそうですと。で、劉備の部隊をどこで食い止めるかなんですけど、まあちょっと最悪要塞の中に引き入れるしかないのかな。か、趙雲
うん、張飛と連携しておいて早々に撃破した後返す刀でこの離間部隊を狙うか、まあ、いずれにしてもヤンは戻します。まあ、あとはユリアンがうまくね、敵を撹乱してくれればというところかな。兵数を増やすのが欲しいけど兵数増やすのがないんだよね。であればお金は温存したいですね。いやー、劉備が一騎打ち仕掛けるか、ちょっとこれきついな。皆に頼ってばかりではないぞ。格の違いを見届けましょう。張飛がね、今援軍できてるので張飛が到着を待ってほしかったな。ただ互角に渡り合っている。おお、勝った。そうだね、どうにか勝てたね。さあ、ユリアンがね、身を挺して敵を引きつけてくれたな。まあ、ユリアンはこれでただ壊滅ですね。なんとか生き残って帰ってきてくれ。で、問題は孫権軍だな。次から次に攻め寄せてくる、この要塞に。いや、いかがされたも何もないよ。どうすんのよって話だからね。まあ、ここは太子寺の方向にちょっと、いやー、これ趙雲が本当にもったいない運用になってんだよな。いや、ここは一旦、しっかり敵を迎えるって、ここは趙飛に任せよう。ただ、いかにも数が少ない。ユリアンはもうこのまま壊滅は免れられないな。はい。ではね、ちょっと要塞の方なんですけども、いよいよ敵に攻め込まれてまして、勝敗がちょっと危ない状態になってます。なので勝敗をね、救援に向かいたいんですが、救援に向かえる軍がいないという状況。張飛もここで壊滅は免れられないので、勝敗にいる3700の兵で敵を迎え撃ちましょう。いやー、本当に厳しいね。三方敵に囲まれているっていうこの状況。まあ、張雲を一度、回避に戻しておいて、回避には回避で北海から敵兵1万が来てるので、これもここでね、なんとか迎撃していかなきゃいけないという状態ですね。いやー、本当に悩ましいところですね。まあ、勝敗に今敵1万が来ていて、勝敗の兵が4000。立てこもるのがいいのか、関羽や張飛を出して一騎打ちに持ち込んで撃破するのがいいのか。いやー、いずれにしてもユリアンの4000を失ったのが痛かったなー。あとは可否に4000。これもなんとかね、持ちこたえたいとこだけどなー。いや、本当に悩ましいですね。出陣するべきなのか、ここで留まるべきなのか。ちょっとここは考えてみましょう。なので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね。留まるべきか、出撃して、一騎打ちにかけるか、ちょっとね、検討していきたいと思います。
はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。